世界的ダンサーリンハタ、三万人の監修前に悪感パフォーマンスヘイヤ仕様のインスタ登場でも話題にショーなりザ・ホープ2023ひだいねー。ダンサーアーティストコレオグラファーのリンハタが23日、お題はザ・ホープ特設会場にて開催されたヒップホップフェス、ザ・ホープ2023に出演。三万人の監修を前に悪感のパフォーマンスを披露した。 世界的なダンサーであり、BTS、BTS、TWICE、TWICE などの K-POP アイドルやクリス・ブラウン、クリス・ブラウン、キング、リンチェなど有名アーティストの振り付けを数々手掛ける EA やったリーハタ。現在はアーティストとして楽曲のリリースを立て続けに重ね、今回のイベントでは3万人の監修を歌、ダンス、ラップで魅了した。 リーハタへの圧巻のパフォーマンス。リーハタを、こんにちは三番人の前で人生初、ラップ、歌、ダンスを披露。たくさん挑戦を込めてぶちかましました。終わった後涙止まらなかった、号泣と X、旧ツイッターに投稿。 ステージではリンハタへの楽曲、Going In から始まり、その後も圧巻のダンスパフォーマンスを RHD、リンハタ東京と披露。途中でフリースタイルラップを披露するなどリンハタにしかできない、クイーンオブサッグと呼ばれる彼女の圧巻のパフォーマンスでステージを締めくくった。 この特別な瞬間に立ち会った観客たちは、リーハタのエネルギッシュで魅力的なステージパフォーマンスに圧倒されました。彼女のダンスのスキルとステージプレゼンスは、世界中のダンス愛好者から称賛されています。彼女は単なるダンサーとしてのキャリアに止まらず、アーティストとしても成功を収めつつあります。リーハタ、ヒラノシオとのコラボが話題に、 同イベントに出演後も、話題性にことか,かないリーハタオを平野仕様のインスタグラムに登場。Living with アットリーハタ。リーハタオと一緒にゆったり。と綴りアップされた画像にはリーハタオと平野のツーショットが投稿され、キスニックの T シャツを揃えのヘイヤーのキャップとファンの中で何か起きそうでワクワク、と、いった声でアフレッスンス、SNS 上話題となっていたタップ。 リーハダオとヒラノシオのコラボレーションはファッション界においても注目されています。彼らのスタイリッシュな T シャツとキャップのコーディネートはファッション愛好者から絶賛され瞬く間に話題となりました。ヒラノシオとリーハダへのコラボレーションは両者のファンにとって嬉しいサプライズとなり SNS 上で多くのコメントとリツイートが寄せられました。このコラボレーションは 異なる芸術分野のアーティストが一堂に会するザ・ホープ2023の雰囲気と調和し、イベントの多様性と創造性を象徴しています。リー・ハダオとヒラの仕様は、それぞれの分野で成功を収めたアーティストであり、彼らが共演することで新たなエンターテインメントの可能性を広げました。ザ・ホープ2023、ダンスと音楽の祭典。 ザ・ホープ2023は世界中から集まったダンサー、ミュージシャン、アーティストが一堂に会し、ダンスと音楽の祭典を開催する国際的なイベントです。この祭典は、ダンスと音楽を愛する人々にとって夢のような場所であり、多くの才能あるアーティストが参加しました。リーハダへのパフォーマンスは、この祭典のハイライトの一つであり、 観客に圧倒的なエンターテインメントを提供しました。彼女のステージはダンスの技術、情熱、表現力が見事に融合したもので、観客は彼女のパフォーマンスを通じて感動と興奮を共有しました。このイベントには世界中から訪れた観客が詰めかけ、異なる国や文化を代表するアーティストたちのステージを楽しんでいました。 ダンスと音楽の力が人々を結びつけ、新たな友情やつながりが生まれる場として、ザ・ホープ2023は大成功と言えるでしょう。リーハタへの圧巻のパフォーマンスと平野仕様とのコラボレーションは、ザ・ホープ2023を特別なイベントにしました。彼女のダンスの才能とエネルギーは、 三万人の観客を魅了し、平野紫耀とのコラボレーションはファッション愛好者とファンの間で話題となりました。このイベントはダンスと音楽の魔法が人々を結びつけ、新たなエンターテインメントの可能性を提示した素晴らしい瞬間となりました。リーハダウをその才能を続けて発揮し、今後も世界中のファンを魅了し続けることでしょう。そして、 このような国際的なイベントが文化と芸術の交流を促進し、世界中の人々に喜びと感動をもたらす一環として存在し続けることを願っています。